どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、というわけで今回はですね、長野県白馬村にあります、インドネパール料理屋、インディーモノさんにやってまいりました。いやー、こちらはですね、まあ様々なね、カレーが楽しめるところでね、やっていくんですけどもね、ここのインディーモモがあるところ、この白馬村といえばね、冬になるとスキーでよく来られる方が多いのではないでしょうか。見てください、見渡す限り、綺麗な自然が漂っております。今はね、これ夏ですから、まあ青々とした自然が広がってるんですけれども、まあ冬になるとね、この辺りは一段ともね、真っ白な、雪が、降り積もり、スキー場としてね、賑やかになる街です。はい、いやーもうね、空気が美味しい、いいね、空気が美味しいわ、うん、最高です。で、今回ですね、まあ、ここ辛さレベルが選べるので、今回ね、この、超激辛というものを、挑戦していきたいかなと思います。まあ別にね、激辛カレー屋さんではないので、辛さレベルが選べるんでね、はい、普通の辛くないカレーもあるんで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。白馬のヒマラヤ&ネパール料理のお店来た、なんバリでかいし、マジうまかったわ、でかすぎて写真に収まらないということで、これね、ナンはね、ちょっと後ほどちょっと作るところから、なんかお店でね、焼き上げるそうなんでね、ちょっとその様子もちょっと後で撮れればいいかなと思います。それでは早速いきましょう、レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきました。こちらね、メニュー表を見ますと、様々なカレーが、選べます。一応ね、甘口、中辛、辛口、大辛、超激辛ということで、5段階の、辛さに分かれています。一番人気がね、このキーマテイストというね、ひき肉のカレー、辛口が合うカレーですということで、これ今回ね、このキーマテイストの超激辛に挑戦していきたいと思います。で、せっかくですからね、まぁ、ちょっと今回ね、もう一品頼みたいなと思いまして、こちらのモモ、はい、ネパール、これモモというのはネパール風の蒸し餃子でして、まあね、これネパールとかインドとか、バングラディッシュとかでね、そういったところでもよく食べられるメニューなんでね。はい、うわ、感動ですよね、はい、カメラ、これで焼き上げると、はい、ありがとうございます。来たー、こちらがキーマテイスト超激辛、そしてサラダンということで、うわー、うまそうだな。いただきます。さあ、インディーモモさんのキーマカレー超激辛、お手並み拝見ですよということで、いやー、これ楽しみですね。ナマステナマステということで、美味しいな、これ。あー、このひき肉のジューシーなひき肉に、このね、たくさんのこのスパイス、味の深みが全く違うの、本当に、はあ、いいな、これ美味しい。この口の中のピリッとこうしびれる感じが心地いいですね。そしてこのもちもちのこのサダナ、いきましょう。おいしいな、超合うな、たまんねえぜ。素晴らしいです。これ豊かな自然の中でね、食べる、やっぱ空気の美味しいところで食べる食事はね、うめえわ。うん、まあ、もちろんね、もともと美味しいんですけども、より美味しいわ。最高だな、おい、たまんねえぜ。ひき肉やらグリーンピースが入っておりまして、あとね、このスパイスはね、約10種類以上こう使われているということで、うん、お、はい、もも、うわー、もも来ました。初めて
はい、初めて生で見ます。そして生で食べます。モモ、ちょっとなかなか聞き慣れない名前かなと思うんですけれども、ネパール風の蒸し餃子で、チキンと野菜とスパイスを包んで蒸したものということで、これちょっと楽しみですね。いただきます。餃子だ、餃子だ、餃子だ、皮がもちもち、分厚いな、これ。ちょっと中身どうなってんだろう。もう中身餃子やん、これ。あ、これ美味しいな。美味しいな。じゃ、続いてこちら、また戻ってきましょう。さだな。いやー、もう食欲爆上がりですね。最高。もうちょっとスパイス効果で体が温まってきました。もうね、スパイスはね、スーパーで買える漢方薬みたいなもんなんで、本当に健康にもいいですし。7月ですけど、やっぱ長野はこう涼しいですね。涼しい。今これね、冷房も何もエアコンも入れてないですけど、非常に涼しい。あ、これちょっとして抜群ですね。シェフの腕すごいよ、これ。残りわずかとなりましたんでね、これね、最後食べきってごちそうさましたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。インディーモモさんの、キーマテイスト超激辛辛さレベル、じゃらっとシャン辛さレベル6です。6になります。はい、いやー、もうね、非常にこう口の中に残るこのね、ビリッとこのビリッとしびれる刺激がね、非常に心地いい刺激で、食欲をそそられる、そんな一品でございます。初めてこのサダマンというものを、食べましたから、非常にこうもちもちした食感でね、このキーマカレーとマッチして、美味しく食べれたのではないでしょうか。うん、いやー、もうね、これ食べ終わってね、もうこの体中、この全身から汗が吹き出す、そんな一品ですね。いや、美味しかった。で、途中からこう聞きましたけど、モモ、初めて食べましたけども、もう本当に蒸し餃子ですね。ちょっとこう厚い皮の中に、まあ本当に餃子と同じですね、お肉とか、野菜類、あとちょっとスパイスがこう加わった、非常に美味しいネパール風蒸し餃子で、食べるとね、噛むと肉汁がバーッと口の中いっぱいに広がる、これをね、美味しい。カレーに関してもね、辛さ5段階から選びますんで、甘口から超激辛まで、幅広く辛さレベル取り扱ってますんで、ぜひ、カレー好き、そしてね、もも食べたいって方はね、ぜひぜひ、来てみてはいかがでしょうか。これ、僕の真後ろにあるこれ、冬になるとね、こうスキー場になるということでね、まあ今ちょっと夏ですから、ちょっと、あれですけれども、まあ冬になればこうスキー場として、すごい賑わうということで、まあスキーの、間、スキー、スノボに来た際はですね、ランチはインディーモモレなんつで、寒い冬は辛い、スパイシーな、カレーを食べて温まろうということでですね。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等と、更新してますんで、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー、バイバーイ。